デオバルド・シャルトランは、フランスの画家である、歴史画や肖像画を描いた。ドゥーケンのブザンソンの法律家、役人の息子に生まれた。ブザンソンの高校時代から、似顔絵が得意で、教師たちの似顔絵を描いた。法律家に進むことを期待されていたが、地元の美術館でもお写して、絵の修行をして、18歳で、パリに出て、エコールデ・ボザールに入学し、アレクサンドル・カバネルのアトリエで学んだ。 1877年に歴史画を描き、ローマ賞を受賞し、新進の画家として認められ、有力者や上流階級の人々からの肖像画の注文を受けるようになった。肖像画を描いた人物には後に大統領になる、マリー・フランソワ・サディカルノーやローマ教皇レオ13世や、女優のセラベルナールらがいる。1886年に、 ソルボンヌ大学の建物の装飾画の制作の,の依頼を受けて3年間の年月をかけて科学史のエピソードを題材に9枚の油絵を完成させた。同時期にパリのいくつかの公共施設の装飾画を手掛けた。T という署名でイギリスの娯楽史バニティフェアのカリカチュアも描いた。ありがとうございます。